県によりますと、先週8日から1週間における1医療機関あたりの患者数が9.81人となり、県独自の感染拡大注意報の基準値8人を超えたと発表しました。また、この期間に県内で感染した人はおよそ8600人で、1日あたりおよそ1200人と推測されています。さらに、定点医療機関からの6月の報告数で、 高齢者の割合が33となることから県は医療機関や高齢者施設を訪問する際はできるだけマスクを着用するよう呼びかけています。